寂しい5周年を迎える、キンプリ。長瀬角が脱退したメンバーのために行っている、切ない気遣い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月23日より、キング、リンチェの橋山と長瀬角が新たなスタートを切ったタップ。 同日、公式 YouTube チャンネルなどで生配信を行った彼らは、新曲の発売をはじめ、ファンミーティングの開催や新番組の指導を一気に発表。メンバー3人、騎士ユータ神宮寺ユータヒラの仕様の脱退を受けて昇進していた人々も多いが、ファンを寂しくさせないように頑張ってくれている、と、感謝の声が相次いでいる。ジャニーズ JR 時代からクラックを、 共にしてきたキング、リンチェのメンバーたち、たち18年5月の CD デビュー後も様々な分野で活躍してきたが、21年3月末をもって岩橋玄樹がグループを去り、5周年を目前にしたタイミングで、岸・神宮寺、平野もも元を分かつこととなった。そして、新体制となったキンプリは23日に YouTube、Twitter、Instagram、 TikTok で生配信を実施。13枚目のシングル、何者を6月21日にリリースするほか、7月2日にグループ初のファンミーティング、キング、リンチェと打ち合わせ東京割明アリーナを行うと報告したた。さらに、同1日からは日本テレビ系で新番組、キントレ、カリ、のレギュラー放送も始まるという。 まさかのサプライズに、SNS 上のファンの間では驚きや喜びのコメントが続出した。一方、長瀬は5月24日深夜放送のラジオ、キングプリンス長瀬角のレディオガーデン文化放送内で、現在の率直な心境を明かした。まだ心の整理がついていないであろうファンに寄り添いながら、長い時間一緒に過ごして思ったけどなんて言うんでしょうね。 それぞれの選択した道を全力でやっぱ楽しめるし、もちろん、それを一人一人がその選択が正しかったっていう風に思わせられる能力の,力の力のある人たちやから、それは本間に近くで5人で過ごしてて一番感じてるし、だから本当に5人の俺らのファンの人は安心して好きな人の後をついて行っても良いんじゃないかなっていう風には思いますね。 全員で幸せになりましょう。と語りかけたのだ。長瀬はグループを去った岸らにも本当に三人の人生を応援してるし、どういうことをするにしろ、俺はずっと三人の味方でいたいなと思います。とエールを送っていました。今後もキンプリとして活動していく長瀬自身がこう発言したことで、脱退組への反やバッシングを和らげる効果があるでしょう。 メンバーが減ることになって負担が増えて大変だと思いますが、3人がこれからも変わらずに活躍できるように気をやったのではスポーツ上記者。実際、同ラジオを聞いたファンからは、レン君はいつもファンファースト。自分も辛か,かっただろうに、こんな風にラジオで伝えてくれることが、どれだけ心の支えになっているか。 三人の味方でいるし応援するって言ってくれてすごく嬉しかった。こんなにファン思いなアイドルはいない。レン君に一生ついていく。と賞賛の声が上がっていた。うよ曲折を経て二人組となった人生金プリ。ファンとの時間を大切に五周年イヤーを走り抜けていってほしいものだ。フライデーデジタル。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。